はい、どうも、みけつもちです。きなさんです。というわけでセカンドシングル決まったんですけど、うん、ちょっとどういう曲かな、うん、次っていう。そうね、気になるじゃないですか。確かにまだ情報解禁されてないですけど、うん、ちょっと12月っていうこともあるし、うん、どんな曲がいい。そうですね、12月ぐらいの発売やね。そうだね、年内ギリギリ発売だよね、うん。そうすね、あとは「荻生花センター」っていうのもあるかもしれないですね。そうね、うん、今までの曲がですね、あれだもんね、マックス時、まあだそうね、マックス時シングルで言うと青春時計、青春時計の、うん、青春時計がああいう感じだからな、うん、結構真逆くるんじゃねえかな。なるほど。冬だけど、妄想としてはその冬だけど、うん、結構元気系の曲というか、ああ青春時計が結構割と、なんでさーっと、なんて言うんだろう、言えないけど、こう綺麗な音というか、うん、の曲だったから、冬だけど結構俺は元気系の曲が来るんじゃないかな。なるほどね、うん、俺はね、冬曲もありかなっていうのも考えつつ、やっぱ荻生花センターだから、うん、あのやすすのことだから、うん、荻生花っぽい曲な気がするんですよ。あーそうね、うん、冬関係なしね。そう、っていうのを考えると元気系で、うんうん、とちょっとポップなんだけど、うん、歌詞は切ないみたいな。ああいいね。そう、なんか努力のみたいな、はい、うちらが大好き系のやつ。そう、うちらが大好き系のやつで来ないかなっていう期待。願望はあるよね。そう、確かにどんな曲来ても嬉しいんだけどね。嬉しいんだけど、そうね、荻生花センターっていうのは絶対多分ね考えてると思うんですよ。ああそうね、うん、秋元先生がね。そうそうそう、なんかマックス時もそれこそ MV だと、うん、雪のシーンとかさ、あそう、ね、結構あるけど、うん、まあ、冬っぽさもなくはないかなってちょっとあるけど、うん、俺も元気系の、うん、おそうちょっと弾けるような、そうね、ポップな曲調だけど切ない歌詞が欲しいなって、うん、そうね、そう青春の時、さっきも言ったけど青春の時綺麗だったから、あ2曲目のこう例えばポップな曲もいいじゃんみたいな、うん、めっちゃこう元気な曲もいいじゃん、そうそうそう、がいいなってこう頭の中であってね、うん、だから俺はそんな感じで予想したし、それこそあのハッシュタグ好きなんだみたいな、そう、ね、ああいうちょっとアイドルっぽい、うん、ああいうちょっといい感じの曲が、あ確かにね、そう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 、うん、ザ・アイドルだもんね。そうザ・アイドルで可愛いけど、うん、歌詞はちょっと切ないぐらいの、うん、ちょっとそういうの欲しいな、うん、いいね、うん、NGT のいろんな面見たいですね。そう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 、そうね、あの HKT のさ、うん、桜みんなで食べたとか大好き、そうああいう可愛いアイドルソングだけど歌詞はちょっと切ないみたいな、うん、ああいうのちょっといいなと思って、そうね、うん、ちょっとそれをがいいなって、はい、期待がありますが、僕もそう思います、はい、思います。そうね、まあ、12月ってこともあるから、うん、冬曲っていう可能性もあるけど、そうですね、まあ、その辺も含めてね、うん、今後ちょっと期待して待とうかなと、はい、まあ、いずれほら MV も公開になるだろうからさ、楽しみだよね。 MV で言ったらまたほらあれじゃない、エキストラ参加あるのかなとか、ぜひ行きたい ね、 そうね、俺ちょっと実はエキストラ解禁賞だからね今のところ、そうだね、確かにそう、ちょっとぜひ行きたいですけど、うん、はい、という感じで、はい、この辺で終わりますか。そうですね、まあ、期待しつつね、そうね、いろんなどんな曲でも楽しみなんで、うん、はい、待ちたいと思います。はい、というわけで終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。